こんにちは、日向裕一です。今回はカウンセラーは離婚しないように復縁するように説得できるかということで、お話をしていきたいと思います。ちょっと失礼します。ですね、クライアントさんからの、女性のクライアントさんからの、質問ということで、質問なのですが、このような状況、つまり、ご主人が別れたいと言ってる状況ですね。で、彼をカウンセリングに誘うことはやはり難しいですか。で、私もまだ誘う決心、カウンセリング受けようよと、一緒に受けようよと誘うというですね、決心はついていませんが、断られるにしても波風立てない上手な声かけの仕方はありますか。修復を目指したセッションなので、今は彼が修復を目指す状態でないのは分かっているのですが、一緒に受けられたらなと思った次第です。ということで、ありがとうございます。で、ですね、質問はですね、この状況で彼をカウンセリングさせることはやはり難しいですかということなんですけど、結論から申し上げると、難しいでしょうねということですね。彼は別れたい。で、これから別れ話をしようっていう状況になっているの で、その段階というか、その前段階で何回も私は別れたくないと、私も努力するから戻ってきてと言ってるわけですよね。で、そこでまたカウンセリング受けようよっていうのは、こういう感じなんですよ。夫が離婚したいと、妻との関係でこっち側に妻から離れていきたいと思ってるわけですね。で、妻はなんとか引き戻したいと思ってるわけなんですけど、作用反作用の法則じゃないんですけど、こっち行こうと思ってるのに、こっちに押しとどめられたら余計こっちに行こうとするんですよね。で、カウンセリングを一緒に受けようっていうのは、明らかにこっちの方向 の力を加えるということになるので、余計別れたいっていうふうに思うようになってしまうわけなんですよね。だから、もちろん、もう実際にカウンセリングで関わらせていただいているので、なんとかうまい方法ないかしら、なんとか彼が戻ってきてくれる方法ないかしらっていうことで、すごく常にいろんなことを考えてらっしゃると思うので、これ前、他の動画でも話してますけど、カゴの中の鳥かごの中の鳥をちょっと考えてもらいたいんですけど、で、鳥かごの中の鳥がこう、扉が閉められてる状態なわけですよね。別れたいけど相手が別れようとしてくれないっていうので、この扉を開けた状態、閉まった状態だと出たくてしょうがないんです。で、この扉が開いた状態、パタッてこう開くとするじゃないですか。こうパタッとこっち側に扉を開けてあげる。で、そうするとこの鳥は自分は本当に出ていきたいんだろうかっていうことを真剣に考えるようになるんですよね。だから離婚したいという相手に何とか思いとどまってもらおうと努力することは、この扉を閉じておくっていうことなんですよね。だからどんどん相手は、この、奥さんがその閉じ込めておこう、引き止めておこうとすればするほど出たがるようになるっていうことなので、出たがっているので、じゃあ出ればって、もしかしたら、だからこの鳥が一回外に出ますよね。で、そうしたら
いや本当は仲の方が良かったわって戻ってくる可能性があるんですよね。でもちろんそれはもうそのまま飛んでいっちゃう可能性もあります。だけど締め切って閉じ込めようとすればするほどもがくわけですよ。でそうすると閉じ込めてるこっち側も辛くなってくるわけですよね。だから一度開けてあげて外に出してあげる、精神的な意味で。でそうしたら本当に彼が冷静に考え始めることができるってことなんですよね。で自分本当にこの関係を失っていいんだろうかって。だから奥さんが、まあ、あなたが別れたいなら仕方ないねって。今までは捨てない、もう私な絶対変わるから何でもやるからって言ってたのが、まあ、あなたがそうなら、まあ、それはそれで私は生きていくわ、そのどこかのポイントでね言った時に初めて本当に自分はこの女性を失っていいんだろうかっていうこと の, まあつまりその冷静な気持ちで、まあ、あなたの価値を考えるようになるんですよね。だからまあ あなたの場合というかこ の質問くださったクライアントさんの場合は、まあ、もうこの日に話をしようって決まってますので、そこまでは何かしら のこっち側に抑え込むようなベクトルの力をかけない方がいいということなんですよね。その最後の手紙のところでもう一度やり直してほしいって話をしますので、でもしカウンセリングを一緒に受けてみませんかとか、まあ、あなたも私はすごい助かったからあなたにも紹介してあげたいと思ってるっていうことを、まあ、何かしらの形で切り出すとしたら、まあ、その手紙のタイミングだろうなと思います。ただそれが本当にいいかどうかっていうのはカウンセリングを重ねる中で一緒に考えていくことなので、今この時点ではわからない、まあ、むしろその、可能性は低いかなっていうふうに私は感じますね。でカウンセラーっていうのはまあ、心の、まあ、医者とまではいかないですけど、まあ、心のことをケアする人なので、なんて言うんでしょう、痛くもない腹探られたくないんですよね基本的に。で特に男性にとって自分の問題を人に話すってすごい難しいことなので、まあ、もちろん私のところに男性のクライアントさん相談者の方いっぱい来られますけど、自分から行こうと思わない限り来ないんですよね。でただ唯一っていうかパターンとして、まあ、奥さんが本当に変わったから自分も関係を良くしたいと思ってるのでカウンセリングに来るってことはあるんですよね。だけど別れたいと思ってる人が自主的に来るってことはないんですよね。だから結論から言うと最初に言いましたけど、まあ、難しいと思います。で、波風立てない上手な声かけの仕方っていうのはないでしょうね。ないでしょうねっていうか、お医者さんに誰かを連れてくのに波風立てないなんか上手な声かけの仕方ってないですよね。で自分に確かにこのご主人の場合は自分に問題がある、俺が悪いんだとは言ってますけど、その悪い俺を何とかしたいんだっていうことはないわけですよね。だからそういう意味で医者にかかる気はさらさらないっていうことなんですよ。ちょっと厳しい言い方になっちゃいますけど、ですので彼は自分が悪いんだとは思ってるけど自分が治りたいとは思ってないんですよね。まあそれはちょっと微妙な部分でもあるんですけど、まあ、それはおいおい考えていけばいいことかなと思いますけど、今の段階で彼がもう別れようとしている、そして引き止めたけど別れたいって言ってるっていうことを考えると、まあ、彼にああそうだねって言って、まあ、ここに離婚しないように復縁するように説得できるかっていうとそれはできないんですよね。いくらカウンセラーでも なぜなら自分が変わりたいっていう内的な動機がないからです。
で俺が悪いんだって言ってるっていうことと俺が変わりたいっていうことは2つの別のことなんですよね。ということで、説得説得って本当難しいっていうか、まあ、ほぼ不可能なんですよね。まあそういう意味で、本当に自分が変わりたいからカウンセリング受けたいというおっしゃればそれは可能だと思いますよね。でもそうじゃない人を無理やりカウンセリングの場に引っ張ってきても逆効果だと思います。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。